おはようございます。今日はプペルバレエの現在地と基礎の見直しの重要性というテーマでお話ししたいと思います。昨日バレエをやることになりましたというご報告をさせていただきましたが、どういった経緯でやることになって、そして今はどんな感じなのかをお話ししたいと思います。プペルバレエの企画は、バレエを愛するサロンメンバーさんの中で前々から進んでいて、映画やミュージカルや歌舞伎に続けといった感じでした。そして、やるからにはきちんと子供たちの方を向こうと。とても素敵なチャレンジだと思います。その企画に僕が参加するきっかけは、先日の西野コンサル、時々コンサルをやってます。クライアント、相談者は、プペルバレエの運営チームでした。熱量が高く、とても素敵なチームだと思った一方で、気になったのは脚本です。映画であろうと、ミュージカルであろうと、歌舞伎であろうと、最も大切なのは脚本で、プロジェクトに関わるすべての才能は、脚本次第で生かされたり、殺されたりします。そんなこともあって、脚本、バレエのストーリーはどうなってるんですか?と質問したところ、プペルバレエは、西野さんの絵本によく登場するマルタ・サンポーニャがストーリーを裏で引っ張る役割を担っていまして、という言葉が返ってきて、いきなり起信号。すみません。そのキャラクターは、確かに僕の他の絵本にも出てきますが、プペルバレエだけを見た子供たちからすると。ちょい役ならまだしも、ステージ上にずっと出てきていたあいつは何だったの?となると思うのですが。その子供たちの疑問は、どこかで回収するのですか?と質問したところ、急にもごもごし始める運営スタッフの皆様。その場で、取ってつけたような説明をいただきましたが、まさか西野亮廣の壁が取ってつけた説明で突破できるはずもなく、それだと、ここが矛盾してないですか?とやり込められてしまいます。ちなみに僕の追求はものすごく優しい方で、これが海老蔵さんや吉原光雄さんになってくると、マシンガンのように質問が飛んできて、その場にいる全員が石化します。ハッシュタグ泣き出すスタッフもいます。ハッシュタグそんな世界です。基本的には僕の脚本には穴がなくて、どこか一箇所を変えてしまうと必ず矛盾が発生してしまいます。あまりに心配になったので、すぐに脚本を送ってくださいとお願いして、コンサル後に熟読。煙突掃除屋の少年ルビッチが、父ちゃんからもらったブレスレットを街中で落とす、といった改変がありました。オリジナルストーリーだと、煙突の上から落っことしてしまうブレスレットなのですが、なぜ、煙突の上から落っことすにしたかというと、煙突の上に、父ちゃんからもらったブレスレットを持っていくためで、なぜ、父ちゃんからもらったブレスレットを煙突の上に持っていくのかというと、星から一番近い場所、煙突の上、で、父ちゃんと一緒に星を見るためです。つまり、煙突の上から、父ちゃんの形見のブレスレットを落っことしてしまうは、少年は、父と一緒に星を見ようとしているというルール説明で、街中でブレスレットを落としてしまうと、ルールが変わっちゃうんです。ここの少年は、父と一緒に星を見ようとしているというルールを変えてしまうと、未だに星を見ようとしている少年をバカにするガキ大将の立ち位置も、その少年をかばおうとするゴミ人間の立ち位置もぼやけてきてしまって、物語が崩れてしまいます。歌舞伎に続き、バレエでも脚本の魔改造が行われていて、なんでみんな改造したがるの?それならプペルじゃなくて、自分の作品を作ればよくない?その旨を主催者さんに正直にお伝えしたところ、そこまで手を加えてしまっている自覚がありませんでした、と。結構厳しい意見かもしれませんが、サロンなので言います。僕は、こういった自分で責任を取りきれない仕事を挑戦とは呼んでいなくて、フリーライドと呼んでいます。フリーライドに対する指摘はドリームキラー、挑戦を妨害する人、ではなく、シンプルにその仕事、優しくないですよです。盛り上がっているところ申し訳ないですが、このままだと涙を流す人がたくさん生まれますよです。そのことをお伝えして、今は改善に向かっています。結局、僕がゼロから脚本を書くことになりそうです。さて、今日の話はここからです。ここまで少し手厳しい話をしましたが、
どっこい、まず自分たちで脚本を書いてみないことにはここまでたどり着かなかったというのも事実で、個人的にはこれまでのバレーチームのアクションに無駄なことは一つもなかったと思っています。ただ、問題はここからで、というか、ここからがリーダーの腕の見せ所です。事業が大きくなるときには、必ず成長痛が起きます。そこでよくあるのが、事業が小さかった頃にはうまく機能していた基礎、地盤が悲鳴を起こすです。小さな土地、あるいは地盤が緩い土地、に建て増し建て増しを繰り返すと、どこかのタイミングで地盤が耐えられなくなるわけですね。大切なのは、ここで勇気を持って一旦止まることだと思っています。一旦止まって、事業の拡大に備えて基礎を見直す。それをするには、売上やら何やらを一旦失ってしまうのですが、リーダーはそれをやらなくちゃいけない。チームメンバーが5人の時と数十人、数百人の時は、ハンドリングが全然変わってきて、あの人に任せれば大丈夫でやってきたことができなくなったり、ワイワイと文化祭乗りでやれていたことが、ある時から突然、クオリティが低いから、一緒にできません、と断られる言葉が増えてくる。クリエイティブの現場だと、ちなみに、そのプロジェクトには誰が参加して、どんな仕事をしてるの？ポートフォリオを見せて、と言われることが多いので、リーダーは、売れない頃からずっと一緒に走ってくれたデザイナーの首を切らないと、チームが崩壊するという決断に迫られることも日常茶飯事です。能力のない人はさようならで、1000人に1人、1万人に1人しか生き残れない世界です。基礎の見直しには、プログラム、システム改善だけではなく、人事の仕事もゴリゴリに入ってきて、リーダーはそこを背負わなくちゃいけない。事業拡大の際の基礎の見直しから逃げてしまうと、その事業は少し先で必ず崩壊してしまうので、後回しにしない方がいい。自分たちのチームがどこを目指すのかを明確にして、拡大が全てじゃない、そのゴールに対して現在の地盤は耐えうるのかは常に考えておいた方がいいと思います。これはリーダーの仕事です。現場からは以上です。